チェーですよね。大谷ってやつですよ、です。皆さんの周りで熱中症になった人はいますか？熱中症による救急搬送者や死亡者は年々増えてるんです。熱中症になると大量の汗が出たり、手足の運動障害、頭痛、めまい、だるさ、さらには意識障害、そして筋肉痛や腹部や足の痙攣が出たりします。そこで熱中症にならないための暑さ指数があるのをご存知ですか？まず最初、21度未満は安全。さらに高くなると25度から28度は警戒。そして31度以上になると最高レベルの危険です。熱中症にならないためにしっかり予防をしましょう。この4つ、家の中だからといってエアコンを使わないと熱中症になってしまうかもしれません。新潟市では気軽に立ち寄り進むことができるコミュニティオアシスを開放しています。暑い日が続く中、皆様に提案があるんです。新潟打ち水の陣ってやつですよ。涼を呼び込む昔ながらの知恵である打ち水、屋外で柄杓に水を汲んで巻きましょう。みんなで一緒に打ち水をして涼を感じませんか？期間は大暑の7月22日から立秋の8月7日。時間は午後4時から5時までです。やり方は簡単。まずはお風呂の残り湯など二次利用できる水を用意。水まきは7月22日から8月7日の中で実施できる日で、時間は午後4時から5時です。一人でもいいけど、みんなでやって涼しさを楽しみましょう。スマホなどで写真を撮ってインスタやフェイスブックにアップしてくださいね。ハッシュタグ新潟打ち水の陣を忘れずに。アップしてくれた方の中から抽選で豪華景品を進呈します。もう一度言いますが、ハッシュタグ新潟打ち水の陣を忘れずに。暑い夏に新潟打ち水の陣、みんなで参戦するってやつですよ。阿賀野市、五泉市、新潟市、加茂市、三条市、出雲崎町、上越市、糸魚川市、皆もいざ出陣。地球を冷やそう。地球を冷やそう。地球を冷やそう。